文化部文化資産局の文化部に属し、歴史的建造物、遺跡、古くからの生活共同体、遺物及び文化的景観を保存、修復する責任を果たす機関。守備範囲はさらに伝統芸能や民族文化、その他台湾の伝統的文化にも及ぶ、文化資産とは日本語でいう文化財のことである。台湾における文化財の保護について、1982年の 文化資産保存法交付を端緒とし、2005年に一部を除き行政院文化建設委員会の管轄とした。2007年に委員会は行政院文化建設委員会文化資産総管理設立準備室を設立2012年5月20日に文化部文化資産局として正式にスタートした。文化財の保護だけでなく周知、啓蒙なども言っている。 委員会から局への格上げは政府の文化財への関心の高さを示すものと評価されている。組織は局長をトップとし、その下に副局長、主任秘書を置き、さらに下記の部下局がある。文化資産保存法では以下のように文化財を分類し登録しており、公述、外部リンク説の文化史、総欄から検索できる。ただし、分類は 法律と一致していない。自然地形は行政院農業委員会管轄であるため、古籍、歴史建築、樹落遺跡文化景観伝統芸術民族及び関連する文物古物自然地形2016年11月時点における検索ページ上の分類と件数を挙げる。2014年12月時点の統計をもとにした研究では、建築物全体の約半数が 日本統治時代のものであるという、ありがとうございます。